どうも、マサです。今回、体が開く原因、こちらについてやりたいと思います。体が開くというのは、基本姿勢、今、右肩引いてます。体、ハスになってます。斜めになってます。この状態が、右肩が出て、肩が横一直線。こうなります。これが、体が開いている状態です。体が開いた状態でのマイナス点。まず、打たれる幅。これが広くなってしまうということ。基本姿勢だと、ハスに構えているので、この幅です。体が開くと、横に広くなります。相手から吸って、的が広くなる。攻撃面。肩がもう前に出てるので、回転効かせられないです。パンチも手打ちになります。基本姿勢だと、肩回ります。軸から回転かけられます。かけられない。そして、打つポイント。この後ろ足のライン。それもなくなります。体開いているので、どちらか一方に集めるっていうのはできなくなる。ど真ん中に集めます。ここが一番開いた状態では出しやすい。真ん中に体開いて集めると、脇も開いてきます。この状態から脇締めて、こうまっすぐ。これはもう窮屈で打てないので、だんだん開いていきます。もうすべてが手打ち。肩が回らない、動かない。これを強く打とうとすると、押していくしかない。回転かからない、キレもない。押すしかない。そうすると、押すようなパンチ。押し込むような、押すパンチに、なってしまいます。体が開くこの状態になる原因は主に足だと思います。基本姿勢だと少し足内側向いてます。この打つポイント、ここにつま先が向いてる、このような構えになります。体が開いている方は足がまっすぐ向いてると思います。まっすぐ向かないと開かないです。少し内側に向けた状態で上半身開くと、これはこれで窮屈で動きづらいので、これでは動いてないと思います。足がまっすぐ向いて開いてると思います。ここが主な原因だと思います。足のつま先を少し内側に向けてください。そうすると自然と右肩下がります。奥に入ります。まず足、ここを意識してください。そして打つポイント、体の回転、そういったのも見直してみてください。体が開く原因、ほぼほぼ僕は足にあると思うので、今体が開いている方、自分の足見てください。おそらく前向いてます。まずはそこから直してみてください。